深刻な水不足が米農家を直撃しています。県内の一部の田んぼでは、田植えを終えた後に稲が枯れる被害が出ています。水がなく、ひびが入る田んぼ。稲の一部は黄色くなり、枯れかかっています。もう全然水がなくて、もう二週間から水は入ってないな。 もうこれは諦めた諦めるのはいいんだけども、せっかく田植えしてここまで育ったのに、やっぱり稲が枯れていくっていうのは、やっぱりなんか、ちょっと辛いな魚沼市の専業農家、関隆さんの田んぼでは、およそ50アールの田んぼで稲が枯れる被害が出ています。 冬の小雪と春からの雨の量が少なく、水源となる沢の水が枯渇してしまったことが、水不足の原因とみられています。去年も猛暑の影響で、米の品質が低下しました。今年も田植えを終えたばかりでしたが。成長は止まってるんだよ。小さいの。ここは、あの もう去年もみんな枯れちゃったわけ。で、まあ、今年はもうこんな早い時期から、もう。枯れようとしてる。結局。来年からはさ、さ、作付けはしない。最新の予報によると、県内を含む北陸地方の梅雨入りは。今月二十五日頃の見通しです。関さんは、まとまった雨に期待しながら。 稲の生育を見守ります、ね、あの稲,稲の成長が止まってる今時この梅雨時期に水がないなんてのはそりゃやっぱあの経験がないなこの若い連中になったら米作り難しいぞこりゃ